ジョン・ヘインズは、イングランド植民地の政治家であり、コネチカット植民地設立者の一人である。マサチューセッツ湾植民地の総督を一期務めた後、コネチカット植民地の初代総督となり、最終的に発揮を務めた。ヘインズは、マサチューセッツでも、コネチカットでも、法と法の枠組みを構築するときに影響力を持った。最初期に成分化された憲法とも言われる。 コネチカット基本規則を起草した委員会に入っていた。その資産の多くをコネチカットで投資してもおり、イングランドの家族にとっては破滅となった。ジョン・ヘインズはイングランドのエセックスにあるメッシングで生まれたと見られている。ジョン・ヘインズとメアリー・ミッチル・ヘインズ夫妻の長男だった。一家はヘレフォードシャーのコディコートに、またグレート・ハダムに住んだ紋章をつける資格を持つ。 第五子あるいは訪問家族だった。ヘインズが11歳の1605年に父が死に一家の多くの資産を相続することになった。ヘインズはケンブリッジ大学で学んだ可能性がある。その頃の学生名簿には二人のジョン・ヘインズが載っている。1616 16年頃、ノーホークのヒンガムにあったガーニーの荘園に住んでおり、そこはピューリタンの温床であり、ヘインズが 荘園領主だった。ここで、ノーフォークの貴族の娘、メアリー・ソントンと結婚し、6人の子供が生まれた。1627年、妻のメアリーが死に、ヒンガムのセントアンドリュース教会に埋葬された。1620年代初期、エセックスのコルチェスター近くでコップホードホールを購入した。この荘園だけでも、年1100ポンドを生み出したと報告されている。 エセックスはピューリタンの中心地でもあり、ヘインズは親友だった牧師のトマス・フッカーから大きな影響を受けた。1630年頃、マサチューセッツ湾植民地の設立者の二人である、ジョン・ウィンスロップとジョン・ハン・フリーズが、フッカーとヘインズに新世界で彼らに加わらないかと招待してきた。1633年、ヘインズは小さな子供たちを後に残して、フッカーと共に、 グリフィンに挑戦して、北、アメリカに渡った。まずは、ニュータウンに入り、自分の家の準備ができるまで、トマス・ダドリーの客となった。ヘインズは、視力のある人として、1634年に、フリーマンとして認められ、植民地の補佐評議員に選ばれた。軍事問題を監督する委員会の委員にも指名され、同年に、 ピクオート族インディアンとの戦争が勃発した時は特に重要な地位と考えられた。1634年、ジョン・エンデコットがイングランド国旗を汚した時は、その議論を検討するために補佐評議委員会が招集された。セイゲオルギウス十字をローマ教皇の象徴だとみなしたので、セーラム民兵隊の軍旗からそれを切り取っていた。ヘインズはエンデコットの行動に同意しない。 恩恵派に属しており、その十字は国粋主義の象徴になってきていると主張した。ヘインズはこの行動を批判され、一年間はいかなる役職も奪われていた。1634年、ヘインズは様々な市民的役割をこなした。ケンブリッジの市政委員となり、ボストンとチャールズタウンの協会を決める委員会委員を務めた。1635年には、 ロジャールドローが勝つと予測されていた選挙に、ヘインズが勝って、総督に選出された。ヘインズは税金を下げることを主張した。ルドローもいくつかの町の代議士たちが、選挙投票の行われる前に、個人レベルの合意に達していたとされている。ルドローは補佐官にも選ばれなかったので、それがマサチューセッツを離れ、コネチカット川沿いの開拓地に行く動機になったと、されている。 ヘインズの総督としての任期の1年間は、ヘインズ、フッカー、ダドリーの率いた派閥と、ウィンスロップが率いた派閥の間の政治論争によって特徴を付けられた。両派の大きな不一致点は、法的手続きと判断を行う過程の厳格さに関するものだった。ヘイズの派閥は、ウィンスロップがその判断のいくつかで手ぬるかったと考えていた。 保守派が厳格な法的手続きに対する規制を法制化することに成功した。喫煙を禁じる法や過度に行業しいあるいは流行を覆うような衣服の規制も法制化された。ヘインズはロジャー・ウィリアムズの裁判とその結果の追放も裁量しており、ヘインズが後にいくらか公開の念を表明したとウィリアムズが報告していた。年、マサチューセッツ植民地では、 宗教観による分裂が大きくなり始めていた。アン・ハッチンソンなどが無立法主義の見解を訴え、イングランド国教会の方はそれを入れず、また、立法主義の立場に反論する者もいた。この議論に対しての厳しい反応が、フッカーの判断に影響した可能性があり、その結果ヘインズは、マサチューセッツを去って、コネチカット川沿岸の新しい開拓地に向かうことになった。 歴史家たちは、この移住の理由として、土地と食料の不足も挙げており、また、ヘインズとウィンスロップの間の政治的強合も挙げていた。ウィンスロップは、フッカーの仲間が彼らの移住したいという強い意向によって動かされていたと記した。コネチカット植民地の境界の変遷を示す地図、ヘインズはフッカーに従うための手配をしながら、1636年を通じて、 補佐官を務め、また植民地民兵連隊の一つの隊長を務めるなど、マサチューセッツとの関わりを続けていた。その副隊長は、ロジャー・ハーラケンデンであり、1635年にイングランドから妹のメイベルと共に渡ってきていた。ジョンは1636年にメイベルと結婚し、5人の子供を設けた。 ヘインズは1637年にハートフォードと呼んだ開拓地でフッカーと合流した。この川沿いの植民地はいかなる種類の王室直居もなく設立されており、マサチューセッツ湾植民地の領域内にはなかった。最初の2年間、いくつかの小さな開拓地がヘインズを長とする執政管理会によって統治され、続いていたピクオート族との争いにとらわれていた可能性が強い。 1638年後半に戦争が終わった後、失政官は統治の原理と法を記した文書を書き始めた。これが1638年1月に批准された。現在それはコネチカット基本規則と呼ばれ、最初の西文化憲法と言われている。その主たる推進者はルドローであり、ヘインズとトマス・フッカーは文書に盛り込まれた自由に関する条項の提唱者だったとされている。 この憲法に盛り込まれた条件に従い、選挙が1639年4月11日に行われ、ヘインズが初代総督に選出された。この憲法では連続した任期を務めることを禁じていたので、1639年から死ぬ1654年まで一期をきに総督に選ばれ、合計8期を務めることになった。総督でなかった年は副総督になっていた。 ヘインズが植民地の政治でどのような役割を担ったかについては詳細な資料がないので正確にはわかっていない。顕著な成果の一つは近隣の植民地のいくつかと交渉し1643年にニューイングランド連合を創設したことだった。この組織はコネチカとマサチューセッツ湾、ニューヘイブン、プリマス各植民地の緩い連合であり、 主に共通の脅威に対して共同して防衛に当たることだった。コネチカットにとって大きな脅威はインディアンと西にあるニューネーデルラントのオランダだった。特に小さな植民地はかなり人口の多いマサチューセッツ湾植民地から費用の面で恩恵を受けていた。ヘインズは総督の任にある時に地元インディアンとの紛争の調停やニューネーデルラントのオランダ代表との交渉に 呼び出された。オランダはコネチカット川沿いのハートフォードから南を領有主張していた。あるオランダ人公益業者が領有権を主張していた土地をイングランド人が奪ったことに苦情を言ってきたとき、ヘインズはオランダ人が土地を開発するために何もしなかったこと、そのような肥沃な土地を耕さないでおくことは罪であることと主張してその土地を実質的に没収した。 この論争の結果、1640年代にイングランドとオランダの間に軍事的に小さな衝突につながったが、1650年のハートフォード条約で一時的に解決され、オランダは川沿いの土地の領有権を放棄した。1664年にイングランドがニューネーデルラントを占領した後であっても、領土問題が続き、ヨーク港の認証に書かれた領土の定義は、 コネチカットのものと重複していた。ハートフォードのエンシャント埋葬地にあるヘインズの破壊しに刻まれた日付とは異なり、ヘインズは1653年、54年3月1日に死んではいなかった。1653年、54年1月9日に、ジョン・ウィンスロップ・ジュニアが書いた文書では、ヘインズがその日近くに死んだことに触れていた。コネチカット議会は3月6日に、 小総督の休止に続いて屈辱の日を要求する声明を発していた。ヘインズの息子、ヘゼキア・ヘインズはイングランド内戦に従軍した軍人士官であり、その父が植民地に7000ないし8000ポンドを投資していたので、イングランドの家族にとっては破滅だったと記していた。その証言は約1500ポンドの価値があると見積もられた。ヘインズはハートフォード地域で かなりの土地を所有しており、エドワード・ホプキンスと共に、町で工場を運営していた。ヘインズの娘ルースは、コネチカット植民地設立者の一人、ジョージ・ワイリスの息子、サミュエル・ワイリスと結婚した。その子孫は、コネチカット州や、その他の場所で政治との関わりを続けた。ありがとうございます。